よくキャミー強キャラって言われるけど、具体的に何が強いんですか？具体的に何が強いか。まず上から近づけるキャラが、このゲームは、キャミーぐらいしかいないんですね。あとは、通常技の、立ち回りの通常技のリターンが高いっていうことかな。で、トリガーも強い。足が速い。無敵技がある。です。この森最強に飛ぶ必要ないくらい地上戦が強い。まあそういうことだね。上からも行けるし、下から行っても最強クラスっていう。上から行けるカリンまでは言わないけど、まあ上から行けつつ、カリンの8割ぐらいの力を持ってるキャラで、地上が。トリガーは、多分トップクラスに強い。カール・ブリスケ、ありがとう。あ、あとそうだね。CA がめちゃくちゃ強いね。あと、バクステも強い。バクステからの CA とかがすごい強い。最強キャラじゃないですかね。多分、このバージョンは。キャミー・ユリアンの順じゃない。二強じゃないと思う。キャミーの方が強いと思う。その次ぐらいにガイルがいるのかな？いると思いたいな。バイソン降臨。あ、まあ、バイソン降臨も強いね。まだそこら辺じゃない？その辺は評価が分かれるんじゃない？上二人は多分満場一致だけど。バイソン降臨ガイルあたりは評価が分かれそう。どれも強いね、みたいな。